行こっか、勝手に行けなんだけど。お、お小遣いルンルン。今あの兄弟の家から全然関係ない他人が出てきたけど、君んち3兄弟だった。ハイパーボール飛ぶか、その方が早いよね。あれ色違い、これがわからない。うん、あれ飛べねえ、飛べないね。体力回復されてないしとこう。どんな戦闘があるかわからないからね。お小遣いルンルンと言いながら不法侵入を繰り返す少年が現れております。気をつけましょう。回復をなしゃーす。にゃん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 。じゃあさっさと行きますか。燃えてるの終わった？おわ、びっくりした。ハースボー、こいつもユナイトに出てた気がするな。ハースボーの葉っぱ、水草ポケモン。水質の良い池はハスボーがたくさん集まるので、葉っぱで、水面が覆われることもあるんじゃよ。こいつウクレレ持った、いやメキシコ人みたいなのに進化する。あ、これやばいな、ね、ウクレレ持った、ウクレレ持ったやつに進化する。何の音だ今の。クラボの実。はてな、パチリス。ヒラヒラ。いっぱいいる。いすぎ。これのオーラがごっついな。ここが星5かな。俺まだ5買ったこ、ん？ロコンだ。ロコンまだ捕まえてなかったっけ。3部位ぐらい確定だっけ、光ってるやつは。テラスタール、ハートってことは何テラスタールだ。フェアリーか。半分なら耐えれるか。耐えてな。あ、無理かな。インファイト強いからな。よしよしよし。せっかくだから捕まえとくか。おお。本作のモンスターボール鋭いよね。ロコ。すぐキュッキュッククコになるけどね。炎フェアリーね。防御アップの攻撃ダウン。まあこいつは特殊型なんで攻撃下がるのはいいけど、
まあ、特攻上がるの方がいいよね。結構早いな、素早さ。催眠術、つぶらな瞳。ね。つぶらな瞳で油断をさせて催眠術をかけたところを焼き尽くすのか。レーダー、切り替え。さすがに入れないと見れないか。ここで直接確認できるようにしてほしいよね。ボックス。3V ぐらいは確定かな？今の光ってたし。最高！最高！最高！まあまあ、かなりいい。まあまあ。いい傷薬。てかてつん。光ってるー。経験雨。うん。ジンベエ少年。これまでの作品は目が合った瞬間に戦闘開始だったけど、話しかけないと戦わないですもん。あれ？レンジャー？北上センターまで配達中。君も一緒にどうだい？配達員の高友イキリンコ。髪型が田舎のドキュンだ。威嚇。じゃあ俺はお前を一角してやるぜ。いきり。これどんどん攻撃力落ちていくんじゃない？いつ倒せなくなるか楽しみじゃない？あれ色違い。色違いなのかフォーム違いなのかもわからんが。お、耐えた。自殺ムクバードは強い。確信。うち飛行に対するろくな技がないな。ムクホークじゃなくてムクバードだったね、まだ。こいつも威嚇じゃなかったっけ？だよね。なんていうかリーゼントまみれだよ。もう田舎のドキュンですよ。さすがに、ちょうど倒せん。早い。さすがに抜かれる。戦え！あ、君タフだね。あ、もう進化か。いいよ、進化して。いいよいいよ。ということでね、最終段階、ドダイトス。自信は覚えさせとく。自信はいる。更新してないからゴミみたいな技しかねえぜ。自力で自信を覚えれるのはいいね。自信は本当に強いからね。ん？あら。サーナイトに進化するやつ。真っ最中。北上センターでは表祭りの真っ最中。いいかも悪いかも寄ってきんな。お、おしょう。ゆっくりしていってね。
行くぞー。おーめーん。もうお面やウファウファで笑いが止まらんやろうな。日本のお面ってやっぱキツネ面のイメージあるけどね。なんかすごいの来た。あーっと君子供かな。コスプレした子供がお面かぶってるんだね。これがおもて祭り、今日から何日か続くよ。こんな大きいお祭り、バレー大きいお祭りか。おおう。あちゃ圧倒されて声も出ないか。気使わなくていいからな。記念に写真撮ってあげる。ロドリブを貸しなさい。すぐももうちょい寄って。姉ちゃん足踏んでる。ちょっとぐらい我慢しなさい。行くわよ。はい、ピッピッ。あれ、どんなの撮ったかわかんない。トモッコ様の勇姿を称えるお祭りなのよと。私とか、村のこのお面もありがたいトモッコのお顔なんだよと。キジかな。ふふふふ。なに笑ってるの。別に、鬼様のこと何も分かってないなって思って。私の方が詳しいのよ。弟のくせに生意気よ。逃げろー。逃げなかった。すぐはお子様だから、悪的な存在に憧れちゃうのよね。トモッコ様より鬼の方が好きなのね。あ、リンゴ飴だー。とろけるよ。すぐ逃げんのよ。写真、写真、写真をホームに戻らないと見れない。さっき撮った写真どっかでわかるんだろうね。かき氷屋さん、かき氷どうぞ。どうすか、こうすか、シロップかけ放題、ね。買いたいのにお店の人がいないのよ。どれにしようかな。お、やっぱ焼きそば屋さんだったね。焼きそば、焼きそば、北上そば食ってくかい。毒とドラゴンと格闘やで。どうぼ、別の意味でリアルな価格だよね。屋台の焼きそば900円だったら正直買わねえけど、正直最近インフレしてきてるからね、1000円までならあってもおかしくないんだよね。綺麗な飴ちゃん、飴ちゃんどう。木の実や果物を綺麗な飴で包んでます。リンゴ飴、青リンゴ飴。逆にね、リンゴ飴がもう500円じゃ買えないんだよね。いちご飴が500円で、リンゴ飴800円くらいだった気がするんだよな。まあ、高い高い、最近のお祭りは、ほんと。あの、リンゴ飴2つ、あ、2つで、お、2つも食うんか。ん ?1 個あげる。いいの?ばあちゃん、小遣いもらってっから気にしないで。ばあちゃんに小遣いいくらもらったんか知らんけどよ。うん。インガメみたいなポケモン子もいいんだよ。ね、あっちさん行ってみよ。バック。俺、金今、97万円あるけど。あんま使ってないからね。
おごってもらっちゃった。500円のリンゴ飴をおごってもらっちゃった。たまりませんな。どれがいいんだい？自分で釣れよ。スーパーボールすくい、シャリタツがいるからさ、金魚かと思ったら、あれだね、水風船すくいだったね。かき氷屋さんね。シロップかけ放題ね。かき氷屋さんすぐそこになかったっけ？ほんと祭りあるあるだよ。同じ商品が近い。リンゴアミガガスか。お面。現実にね、ピカチュウのお面はあるけど、イーブイのお面はなかった気がするな。昔はね、やっぱ藤子系のお面多かった。最近だとガンダムじゃなくて、あれ、仮面ライダーはやっぱ多いね。ウルトラマンは最近やってないからあんまり見ないか。アイスいらんがね。花びらアイス。花びらアイス、こう。うちわで呪われそう。うちわで仰ぐと涼しい。でも手を動かすと汗ばむ。リンゴ飴もいいよな。アイスが良かった。交換しろよ。食べきれない。あるある。焼きそばもいいの？もろちんよ。今年もお面、マシマシだ。お面かぶると違う自分になれた気がするんだ。マシラシラのお面って青くてかっけーぜー。こんなところにアイテムが落ちている。パクっていい？あ、ピカチュウのお面。内緒だよ。っていうか自撮りエモート流行ってるから教えてあげる。内緒エモート、 C かな。写真、自撮り、エモート、ほら、みんなには内緒だよ。実は初代の時はみんなに内緒だよ。内緒はなかったり、あったりなかったり、結構適当なんだよね。歴史の看板に描かれている人間の絵、トモコたちのトレーナーかしら。人がいっぱいやの。やめられない、止まらない。カッパエビセンかな。来年はカップルで無理かな。始まったな、楽しそうね。花火大会でもあんのかな。おねだり、リンゴ飴食べたい。おねだり、おねだり、あれ？エモートは別か？下？ん？おねだりなくない？普段やらないから全然わからん。ペロペロ、次どこ行くの？わかんねえ。何これ、ゴンベ、難しい。あ、ミニゲームなんかするっつってたね。これか、面白いゲームを考えてるからね。と、鬼退治フェスやってる？挑戦してみない？やる。あれ、バルディアから来てる子だね。お題はサービスしちゃおっか。あ、これやるんだ。遠くから応援してるよ。あんたも鬼退治。私もやったけど楽勝だったよ。6390超えられるかしら。けっぱれー。
何？鬼退治フェスは水力タウン、木の実を集めて木の実台まで運びましょう。4色のバルーンがバルーンを拾える。対応する色、うん、うん、赤何個持てんの？どういうこっちゃ。灰色と青。台は？うん。で？なるほど。クリア。数が増えた。時間は？リセット？リセットされてる。そういうことね。じゃあ不要なものは取る必要ないね。集まってくるっつってるけど、別にこれ置いたら終わりなんじゃないの？これでもう終わりなんだよ。吠えて散らすのっていつ使うの？だいぶ増えたな。残念だけど。ほら、6個いるのに5個なんだよね。よちひでな。木の実はこれ。ああ、一回で持ちきれなくなるのか。なるほど。次のレベルぐらいからか。スタート地点に戻るってあるんだけど、もしかして自分で帰ってこなくていいのかな。あ、終わった。ゴンベとヨグバリスが一個も食べられなかったよ。あれ、これ買ったんじゃない？ 6390 とか言ってなかったっけ。お疲れ様、ね、6558だったから景品あげちゃう。経験のお守りあげちゃう。持っているポケモンがやられる経験値が増える、ね、不思議でよく伸びるお守り。村一番の鬼バルーン割りキングと呼ばれているこの私が、ま、負けただと。悔しい。リベンジしたいけどお小遣い残り少ないし。あんた代わりに任せな。いや、やだよ。姉ちゃんよりよそ者の肩を持つのムカつきすぎて気絶しそうよ。うるさくてごめんな。しょやほら他回ってて。あ、
よし、仮面を奪おう。おこん、おこよ。